初めからよ。名前が風見雄二、住所は山梨から来たのか。あんたこの町には何の用事で？大荷物背負ってどこかへ行く途中かい？それじゃあ引っ越し先の住所は？引っ越し先の住所も決まっていないのに引っ越してきたっていうのかい？君、何を隠しているの？そろそろ本当のことを教えてよ。バカにしてるのか？じゃあ風見さん、悪いけどお背中の荷物の中身確認させてもらっていいかな？どうして？何か見られたくないものでも入ってるの？刃物とか持ってない？じゃあ立ち話もなんだし警察署に行こうか。冷たいお茶ぐらい出すからさ、そこでゆっくりお話を聞かせてよ。そんな都合のいいこと言ってそのまましらばっくれる気だろ。だったらせめて自宅の連絡先を教えてよ。じゃあご両親の住んでいる実家の住所だ。まさか両親もホームレスだとは言うまい？本当に？やっぱり何か隠してるんじゃないの？警察署まで来てくれれば無駄な問答をしなくて済むんだけどね。今パトカー呼ぶから少し待っててくれる？そりゃ構わないけど、相手は誰？お友達？言えないような相手なのか？は？バカにしてるのか！警察か！どけこら！止まれ！止まりなさい！邪魔だ！
ってんだろうが。犯人確保の協力を感謝します。そうもいかんのですよ。宣告の件も含めてできれば改めて署でお話を聞かせていただきたいのですが。もうそろそろ話してくれないか。そうやって黙ってちゃいつまで経っても帰れないぞ。誰かと待ち合わせをしているんだろ。さっさと話して終わらせた方がいいんじゃないか。しいことがないなら話せるだろう。いつまでだんまりを決め込むつもりだ。
あのな兄ちゃん、誰に入れ知恵されたか知らないが、警察で黙秘したって何も得はしないぞ。ん？言ったらどうなんだ。もう何なんだよお前は。だからそれはもう何度も聞いたっつんだよ。調べたよ。山梨から過去の犯罪歴はなし、歩道歴も交通違反もなし、何かを表彰されるようなこともなし。ここまで綺麗な賞罰なしってのは変だろう。まるで誰かが細工したみてえに真っ白なんだよお前は。お前は一体何者なんだ。なんだそりゃ。警察に捕まったらそれしか言うなって誰かに言われてんのか。お前どっかのテロリストか。もういい、黙れ。なあ頼むよ、こっちの事情も考えてくれよ。さっきのひったくり事件の取り調べも進まないし、厄介なの捕まえたよ。まったく。はい、ああお疲れ様です。どうかしましたか。え、はい、ええ、釈放だと。お疲れさん。それはこっちから聞いてくれ。それじゃあな。いやー、すみませんでしたね。こちらに連絡が行っていなかったようで。先ほどようやっとあなたの身元保証人の方と連絡が取れた次第でして、市ヶ谷の関係者なら最初からそう言っていただかないと。まさかまさかご冗談を。うちは天下の桜だもんですよ。掃除ですか。なるほどね、うまいことおっしゃいますな。さすがはインテリさんの集まりだ。いやですからね、そちらさんもそんなご事情ならばご存知かと思いますが、上があれですから、いろいろとややこしくてね。いいえね、あなたのお名前をデータベースで検索させた。検索している最中に電話が鳴りまして、受話器を上げてみたら防衛省の特別の機関からの、でうちの犬がそちらで保護されていないかと聞きまして。いや驚きましたよ実際。うちは保健所じゃありませんからね。どうぞご自由に。ああそうそう、あなたが今度転入なさる学園の学園長からも、なかなかいらっしゃらないからと近隣の署に片っ端から連絡を入れたそうですよ。おかげでうちの署長も会議の途中で電話に引っ張られたようでして、散財闇を言われたと言っておりました。お預かりした荷物は玄関に出してありますので、そちらで。
なんでしたらうちの車でお送りしましょうか。とんでもない重さだな、これは。一体何が入ってるんだ。ギャグだとしたら出来は悪いぞ。まあそんなことはどうでもいい。ちょっと、仕事で柔道やってるような人間に言う言葉じゃないな。田舎の警察とはいえその辺は仕込まれてる。なあお前、埋め立て地の学生なんだってな。制服が着られているって感じだがな。気をつけてな、いろんな意味で。お勤めご苦労様。もういいじゃないの、早速のお仕事をねぎらってるのに。そうそう、とんでもない目にあったのはわかるけど、八つ当たりはしないでちょうだい。そんなことより、乗って、目的を遂行する方が最優先でしょ。したのよ。時間になっても現れないし、これは何かあったんだって連絡したら案の定警察の厄介になってるし、この暑さだから熱射病で倒れてるのかと思っちゃった。どうしてそんなことが言えるの。そりゃあなたのことだからぶっ倒れる前に何とかするとは思ったけど、一応体のこと気遣ってるんだから素直に聞けばいいのに。可愛くない。大地、ここにだって本数は少ないけど電車は通ってるんだから、それで来ればよかったのに。あれ、それも聞いてびっくりしたのよ。ヒマラヤにでも登るような大荷物背負ってるって。だからって歩いてくるなんて常識外れよ。どうしたの？黙っちゃって。変なのが来たって警戒されるかもね。確かに。やっぱり職質受けてたのね。着いたわ、ここよ。
どう？立派でしょ。この近隣の学校の中では一番新しいのよ。これからここがあなたの母校になるのよ。感慨深くない？恥も素っ気もない。人間想像力が大事なのよ。新設校だからあまり学校のイメージがないかもしれないけど、学生だってちゃんと普通のいい子たちがいるの。違うのよ。あの子たちはそのね、わかるでしょ。でしょ。とりあえず行きましょうか。中に。そこ座って。学園長の立花千鶴です。ようこそ美浜学園へ。それともお久しぶりねの方がいいかしら、風見くん。そっか、そうね、確かに。まあ、あなたのことだからもう概要は知ってるとは思うけど、一応説明はしておくわ。ここは学校法人榊学園の運営する私学の学園で、全国から選ばれた学生たちを集めて日々勉学に励んでいるの。榊学園の母体は関東一円に私鉄網を持つ東浜急行電鉄グループ。その資金力を持って最高の設備と教職員を揃えているわ。まず2年生として学園に入ってもらいます。早速明日のホームルームで転校のことをお知らせするから、それ以降は自由に振る舞って構わないわ。どう？あなたのお望み通り、普通の学園生活を送るには最適の環境だと思うけど、どうぞ。少数精鋭なのよ。学生数はあなたを入れて6人だけなの。そうよ。ええ。
ちろん。全寮制なの。後で学生寮の場所を案内します。そこからここに通ってちょうだい。寮といっても十分な広さのある個室だから安心よ。以上かしら。はい、どうぞ。あなたがあの時に言った希望、ちゃんと覚えているわよ。普通の学園に入って、普通の学生生活が送りたい。でもね、あなたも分かってると思うけど、あなた自身の境遇を考えると、ここしか条件に合うところがなかった。私はあくまでもここは普通の学園だとあなたに言います。だからあなたもここで普通に過ごしてくれればいいわ。何かしてほしいとか、私から譲れじゃ寮の方へ案内するわ。ここが学生寮よ。管理室も含めると部屋数は全部で11。各部屋ごとにお風呂とトイレとキッチンが備え付けられてるから生活の心配はないわ。家具も一通り揃ってるしね。何キョロキョロしてるの？うん、スオさんとイリスさんのことね。二人ともまだ学園に残っているのかもね。小峰さんもいないようだし。その子に寮の案内を頼んでいたんだけど、姿が見えないから。私はほら、単なる学園長だから。ちょっと待ってね、部屋にいるのかもしれないから。私の声聞こえてますか？あなたは今日到着予定の転入生さんですか？それとも不審者さんでしょうか？あ、そういえばそうですね。目から鱗です。不審者かと尋ねられて不審者だと答えるやつはいない。不審者かと尋ねられて不審者だと答えるやつはいない。大丈夫。それでは質問の仕方を変えて、あなたは不審者さんではない人でしょうか？はい。ですから、私はあなたが怪しい人かどうかを確認しています。それはおめでとうございます。それで、あなたは不審者さんではない人なんでしょうか？ああ、小峰さん、ちょうどよかった。こちらが今度転入することになった風見くんよ。やっぱりあなたが転入生さんだったんですね。
はい、こちらこそよろしくお願いします。あ、すみません、下の名前はサチです。よろしくお願いします。学生の個性を伸ばすのが学園の役目だから。小峰さんはこの学園の1年生よ。あなたには小峰さんが教壇に立つような年に見えた？うん、小峰さんは普段からメイド服でいることが多いから。確かにそうね。それじゃあ小峰さん。わかりました。私はクラス委員を任されている関係で、よく先生方のお手伝いや雑用をお願いされることが多いのですが、なんだかメイドさんみたいだねという話から、ちょっとメイド服着てみなよと促され、実際着てみたらやっぱり似合うから、なるべく普段から着た方がいいよと提案されたので、なるべく普段からメイド服を着るように心がけています。はい、ありがとうございます。じゃあここからは彼女に案内してもらって、その方が話もできていいでしょう。それじゃあ小峰さん、あとはお願いね。わかりました。それではまず1階から案内していきますね。そのあなたのことを何とお呼びしたらいいのか聞き忘れていました。すみません。それでしたらゆうくんと呼ばせていただいてもよろしいでしょうか。では風見さんというのはいかがでしょう。サチ。いえ、サチで構いませんよ。はい。それでは早速なのですが、寮に入って最初に見えるこの部屋が風見さんのお部屋になります。学園長さんのお話では、風見さんには寮長を兼ねてこの部屋に住んでほしいとのことでしたけど。これが部屋の鍵です。どうぞ。この寮のすべての部屋には火災報知器が1つと2つのスプリンクラーが設置されています。そこは1畳半ほどのウォークインクローゼットになっていると聞いています。いいえ、少なくとも4ヶ月は誰も使っていなかったはずですが、まあ建物自体新しいですし、風見さんがいらっしゃる前はこの部屋を倉庫代わりに使用することもあったので、その時に誰かが水道を使う、私も時々お掃除の時にバケツの水を汲むために使っていましたから。
それから玄関を入って正面のスペースはみんなの共有の場所になっています。はい、マキちゃんやアマネさんなんかはよくここで過ごしていますよ。それから風見さんの部屋の隣はボイラー室、その正面、その奥には4つの部屋があって、階段の隣の3号室が私の部屋になります。それは私の名前がサチなので、サッちゃんなら3号室でしょと。ここが2階です。2階は基本的に部屋のみの構造となっていて、私以外の学生さんは全員この階に住んでいます。はい、7号室と9号室は現在空き部屋になっています。3階はこの大浴場をはじめとした戦闘的な構造になっています。階段の反対側にはコインランドリーや物干しスペースもあるので、必要な時に利用してください。もし洗濯自体が苦手なようでしたら、私に言っていただければ代行しますので。クラス委員ですから。はい、はい、清掃は専門の業者さんが定期的にやってくれているので、清掃中以外は。ただ男湯と女湯に分かれているわけではないので、風見さんが入浴する際は入り口にこの札をかけるようにしてください。そうですね、周りには校舎の他に高い建物もないですし、ガラスの透過率も 75% ですから、海面に沈む夕日を眺めることもできますよ。ご希望ならすぐに入ることもできますけど。この大浴場を見た大体の人はすぐに入ってみたくなるみたいなので。風見さんのための着替えではなく、私の着替えを持ってきてしまいました。いえ、そのつもりはありませんでした。すみません。ありがとうございます。では、これで寮の案内は終わりになりますが、何か質問はありますか？私に答えられることでしたら。はい、上から82、56、83です。いません。ありません。クラス委員はみんなの役に立ってこそのクラス委員ですから。ありがとうございます。他に質問はありますか？わかりました。もし他に聞きたいことができたら、部屋にある内線電話で3番を押してください。私の部屋につながるので。それでは私はこれで失礼しますね。
ーら逃げるな、じっとしてなさいよ。もうつかラメーって言うな。質問を返すのはバカの証拠だって誰かが言ってたよね。セミ姉妹？変なとこ見られたな。あれはまあ、なんだその忘れて。あ、ねえ、もしかして今日転入してくる学生って君？え？あ、そうか、握手か。ごめんごめん。ユージくんか。あ、ほらマキナ、あんたも自己紹介は？ホワイト。別に噛みつきゃしないわよ。名前マキナ、イリス・マキナ。耳で聞くと確かにそう聞こえるかもしれないけど、漢字で書くと入り江の入りに巣鴨の巣、種まきの巻に菜っぱの菜で。ああ、この子言語やがちょっとね。それに親の都合で6歳まで海外を飛び回ってたから。この子人見知りが激しいっていうか、男の子病院生活が長かったってのもあって、同世代の男の子が珍しいっていうか、どう接すればいいのかわからないみたいなのよね。いいのよ、そうやって甘やかすといつまでたってもこのままなんだから。ほら、まっ、うーじゃないわよ。ちゃんと挨拶できない子はおやつあげないわよ。でしょ、挨拶だけじゃなくて他に何かお話。好きな動物は何ですか？へえ、答えてから質問するのね。おお、かっこいい。まさか。なんでだろうね。あら、そう。じゃあきっと私はバカなのね。これからは10年来の友達のようにバカねと呼んでちょうだい。今はまだ笑ってるけど、次呼んだら怒るよ。あれ、もう行っちゃうの？
授業が始まるまでまだ1時間はあるわよ。それが悪いとは言わないけど、変わってるね。あ、ユージ君、ちょっと待って。私からも一つ質問していいかな。ごめん、やっぱいいや。また後で聞くわ。もう少し考えをまとめてから。ウォーミングアップ終わり。じゃあ次、せーの、あえいうえおあお、あえいうえおあお、あえいうえおあお。よし、一息で言えた。いいぞ、私、いや、私、なんか違うな。こんなんじゃ全然ダメだ。古本、私の言うことが聞けないっていうの？今のは良かったと思う。あんたのためにやってるんじゃないんだからね。してないしてない、強す。だから何の遠慮もしなくていいの。いや、遠慮、いいからそこに座りなさいよ。慌てない慌てない、転校生なんだからファーストコンタクトがとても大事よ。頑張りなさいミチェル。私は松島みちる、よろしくね。そうよ、だからってド M ってわけじゃないんだからね。あ、ごめんなさい、じゃない、そう聞きそうに見えたのよ。したくないわよ。つか、なんでそうなるの。そう、私はこのクラスで委員長的なことをしているわ。だから何か困ったことがあったら私に相談してもいいのよ。それはその、委員長は他にいるからよ。その辺言うように物分かりがいいわね。まあいいわ。
それと前もって聞いておくけど、あなたは冗談が通じる方？聞いておいてよかった。じゃああなたは私のことを特別に名前で呼んでいいことにするわ。本当ならさま付けで呼ばなきゃいけないんだけど、許してあげる。やっぱなんかまずいこと言っちゃったかなって、やっぱりさま付けとか言わない方が良かったのかも。ああもうその辺の、うん、今のもう一回やりな。そうよ、それでいいの。それで、あげないわよ。ただのラムネ菓子よ。それがどうかしたの？うるさいわね。あんたに見せるためにやったんじゃないわよ。あ、なんか今のうまくいった。多分今のそうよね。結構良かったよね。案外私素質あるのかも。いきなり考え込んでるのよ。で、こういう時はなんだ、私の美しさにぼーっとなっちゃう気持ちも。で、それってなんか違うキャラよね。そうじゃなくて、その違うわよ。いや、違う、そうなんだけどって。嘘、いきなり言っちゃうわけそれ。私は地の髪の色が濃いから、ブリーチかけても1日放っておかないとダメだし、市販のだと皮膚が荒れちゃうから豊橋のメーカーが作ってるのをわざわざネットで取り寄せてるし、正直面倒くさいわよ。でも金髪でツインテールで、そうじゃないと本当のツンデレとは認めてもらえない。だけど私、いや私を出すにはこれしかないの。だからそれは否定しちゃいけないのよ。ツンデレは金髪ツインテールなの。わかった？いや、わかれなんで無言なのよ。うん、よろしくないわよ。あんた一人でよろしくすればいいじゃない。ここはセオリー通りにちゃんと戸惑ってよ、バカ。もういい、帰れ。
泣いてないバカ。おはよう。おはようございます。おはよう、あまね、さち。おはようございます、みちるさん。したんですか？サチ、あんたそれやめてって言ったでしょ。ミチル様っての。でもこれはミチル様が絶対にそう呼べって言ったから。だからあれはその冗談で、一度物理フォーマットしてもう一回入れ直せないね、ね。おはよう。あんたの人見知りというか男見知りは本当にす。マキナ大丈夫よ。ちょっとムカつくとこもあるけど、こいつはそんな危ない人間じゃなさそう。別にあんたのためにしたわけじゃないわよ。決まった、今のは綺麗に決まった。おはよう。みんな揃ってるわね。ってわけでもないか。やっぱり榊さんは今日はお休みかしら。重役出勤じゃないかしら。ここんとこずっとそうだし。確かに最近は夕方からしか来なくなっちゃったわね。ゆみちゃんどうしたのかな。何かあったんでしょうか。まあいいわ。風見くんの紹介もしたかったけど、そのうちに会えるでしょう。ちょっといろいろとあってね。じゃあ出席を取ります。ここが視聴覚教室です。すべての席にリスニングとヒアリングの機材が揃えられていて、語学学習にも適しています。